週刊よしジョン増刊号イエーイゴーです絶好調いやちょっと待ってくださいどういうことですか増刊号のりのりでございましてラジオネームがイズソンさんえ、エイジソンさんいつも気になります技術さんの向こうのカレンダー四国放送のカレンダーにしてくださいそっちの方がテンション上がりますよあれねなるほどね似てますねできたらモノベさんのポスター貼ってください ヒューヒュー持ってないんですっていうポスター。そのポスターないの。<laughs> ないです。ないです。はい。ないです。<laughs> すないです。<laughs> 載ってますね、この人。岩本先生の人ョート。岩本,岩本先生ね。ええー、なんとかですのコーナーって書いてました。<や>もうコーナーもできました。<れ>えー、企画部室長さんです。いつも全力投球の遠藤さん。 いつも全力の7割のモノベさんこんにちはなんでそんなことないない手抜いてんのかないない,ないそんなことないない <laughs> 気づいたんですが、はい、モノベさんがスーっていう時に動きがあるんです、えー、わずかながら私持ってないんですスーっていうスーの瞬間若干後ろに振りかぶってからスーって言ってます、えー、その動きが鶏の首のようです <laughs> 花緑だと思いました <laughs> それかい <laughs> どういうこと。ええー、真部さんは二十一歳と聞きました。いや、言ってないです。<laughs> <laughs> これでいいですか。いはい。あのね。スーってね八十<ー>年代から九十年代の男子に。もうみんな受けが良かったんですよ。なんとかですーっていうのは。分かってますね。ノ <laughs> 部さん、じゃあ、これ言ってください。ええー、香辛料英語で言うと。スパイスですーって言ってください。スパイスです。<laughs> 本当ににためになる番組ですね増感後もラジオネームはこちらをですね企画部一代さんさっきあのフレスコボールの話ねドイワイドでやったんですよ。うん、知ってますフレスコボールってかないです私も知らなかったんですけど、はいえー、ブラジル発祥の競技で,、はい、で普通相手とこう戦うんですけどじゃあ味方同士で何回続くかっていうのを。 ね,、えー、ははね私フ,レフラスコってなしフレスコボールって聞いた時にフラスコを思い出しましたね <laughs> だそれについてラジオネームてんみちゃんから、はいえー「フレスコとフラスコを間違えなかった遠藤さんは偉いと思います」間違えるかそんなんね。前回の短縮放送で遠藤さんものべさん改めてこんにちは,こんにちは時間配分間違えまして「えー、もうこんな時間」ということで遠藤さん焦ってたらものべさんが言いました「遠藤さんちゃんとしてください」って。<laughs> <laughs> お前が言うな、えー。で、前よりメールの締め切り早くなったのに、うんえー。前回はメールの半分も読めなかったのはブーブーです。うん、どれぐらいがっかりしたかと言いますと。はいえー、最近スーツのネクタイ調査の時に、脳ネクタイしている遠藤さんを見たぐらいがっかりしています。<laughs> <laughs> あの、最近夏の間ね、脳、えー、ネクタイなんです。そうですね。ですから。クールビズで。クールビズでね、はいで。遠藤さん、ネクタイ調査、もう8月編いただきまして、物部さんも載ってるんですけど。はい えー、判定不能っていうのがいっぱいあるんですよ <laughs> ネクタしてないからですねでもね書いてますよ一、えー、日ジップ結び目が大きいのに満足していた顔だった一日徳島新聞ニュース悲しい顔だった十一日徳島新聞ニュース散発してすっきりなんかロケットみたいだったでロケットロケット <laughs> どんな 二十一日徳島新聞ニュース口元が IUAO の発音練習をしているような顔だった。まあいろいろこう書いてました。すごいんですよね。ありがたいですね。え門脇さんも三つ載ってますよ。ありがとうございます。え門脇さん二日徳島新聞ニュース夜も美人だった。二十九日徳島新聞ニュースお昼も美人だった。なんやこれ。なんやこれ。全然三個。なってますよ。何これこれ。ありがとうございます。で先週物部さんの 動画で増刊号でキュンとなるフレーズがありましたなんでございましょう <laughs> もうはい,いかけせよってねなん、はい、からあのサエラサエラって言ってね間違わないでくださいサラエって言ったらわーって言った時に私はね切れた時に物部さんが怒っちゃダメよって言いました <laughs> 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 言いました言ったんです、えー、え私ハートわしづみにされました えー、今週遠藤さん、くじ引き引いてくださいね。<laughs> 抽選のね。<laughs> おみくじです。はい、私は中吉予想します。わ予想まで,で、ね。今日もですか?ね。はい。さあ、来ましたよ、くまちゃん。くまちゃん。はい。増刊号の大元締めこんちゃんへって、もう、はいでございましてこん <laughs> ちゃん。今週は短縮だから、増刊号最低でも十二分でしょありがとう。<laughs> なんで。うふって書いてます。<laughs> ありがとうウフだってすごい、はい、増刊号では大げさな動きでとばとばしているよしみちゃんと、うん、腹が立つほど可愛いジュディはい,いいですなんで,でそれ <laughs> 怖いですねくまちゃんああ腹が立つぐらい可愛いジュディいいです <laughs> いやいやいやああ腹が立つほど可愛いジュディちゃんが見られて本当に楽しいですたくもって書いてますたくも え今回はジュディにやってもらいたいことがあります。えー、まずはハンバーグのネタね、うん、ハンバーグこねる動作をちょっとしてください。ハンバーグどうやって作るんですか。<え>どうこんな感じ？うん、<laughs> え何？<laughs> なんかまずそうですね。失礼な。餃子の皮を包む動作をしてください。餃子の皮<え>こう包むね<え>はい、はい、意味わかんないですけどね。はい、手作りハンバーグと餃子まずいのはどっち？一番ハンバーグ、二番餃子、三番五五番両方って書いてます。失礼な。<laughs> ひどいですね。五 <laughs> 番両方って、なんで一二五って、どうしても五って言わしたいんですね。<laughs> ジュディ大丈夫だよ。ベビーカセラと一緒に食べたら、帳消しだよと。意味わかりませんね。では、あの最後にですね。はい、ラジオネ、ね、やっぱり、意外とこの。えー、おもぞうの増刊号では9時、ね、くじね。はいはい、まあ、いわゆるおみ。おみくじのね。はい、ずっと私小吉でしす。そうなんですよね。金貨さんです。はい、遠藤さん。 おもぞおみくじ超大吉出るまで絶対お願いします大吉って大吉ですね <laughs> えっとエジソンさんえ、エジソンさんエ面白いからやってください、はい、といことでねじゃあ今日も遠藤さんえー、大阪行くのこのピア案ですが、えー、増刊後遠藤さん二回連続小吉出し出しましたよね、うん、僕は四回やって三回大吉を出しました これだけ出したら後が怖いですと書いていましたね今週も増刊号で弾いてくださいじゃあ弾きますよどうぞじゃあ今日はどうかなどうですかね毎回しなきゃなんないのこれはいきますか大吉出ないというわけでございますたなかなか出ない。 絶対来週は出しますからね。<laughs> 中期<吉>志を <laughs>。<laughs> 遠藤よしみと物部純子でした。また来週。